はい、ヤフーチューどうもなんです。さて、今日もヘアスタイルを見ていこうと思います。で、今日はですね、はい、写真もあります通り、声優のね、カジさんですね、カジユウキさん。僕もなんとか見たことというか、テレビで、ね、ご拝見したことはあるんですけど、何やってるんですか？進撃の巨人7つの大罪とかか、そうだね、あれやったよね、主演の子の声か、主演妻やってたのかのヘアスタイルをいくつか見ていこうかなと思います。はい。で、まあこの時なんかはシンプルな、まあマッシュでいいですよ、普通のマッシュヘアで。で、もみあげ長め、あ、もみあげ残しだね、マッシュなんだけどもみあげ残し。襟足はね、これはね、刈り上げても刈り上げなくてもいいけど短め。で、この人多分横刈ってます、多分横刈ってる、この人。全部かどうか分かんないけど、サイド刈り上げてるから、こめかみ、鉢、耳後ろぐらいまでの部分の横に関しては刈り上げていいと思います。刈り上げて上から長めにかぶさってきて、もみあげ部分長めで、前髪がこう目の位置からもみあげにくるような、ちょっとラウンドっぽい前髪にして、もみあげにつなげたり。だけどこの辺は耳さっぱりするから、耳周りは出しておいて、ここから耳周り出しておくと、ところからボンのくぼのラインまで上からかぶせる。で、下は下でちょっと甘めに刈り上げるか短くしてあげるかでいいと思います。うん、横は刈ってるね、この人。うん、この人多分横は刈ってると思います。全部が全部分かんないけども、多分結構短い時があるので、中は刈っていいと思います。で、全体的にはダウンを入れちゃって問題なし。うん、で、この束感はね、結構ね、量を減らさなきゃいけないんで、量も減らす。うん、量も減らす。でね、パーマはね、なんか僕、パーマですね、アイロンでいいと思います。まあ普通に。アイロンでいいと思います。で、僕いつもね、これ例えばツイストだったりとか、なんかスパイラル、いろいろパーマあるんですよ。で、これね、僕は、パーマスタイルに、スキバサミとか量を減らすっていうのは相性が良くないと思ってるんですよ。僕はね、わかんない、もちろん量多い人が嫌だから減らしてほしいんで、パーマかけてほしいんだったら全然やりますけど、相性的にはまあすきばさみ使っても、なんか使い方にもよるんだろうけど、なんかあんまり質感的にあんまり好きじゃないです、僕は。あんまり相性が合わないんじゃないかなと思うので、こういうまあちょっと少しくせ毛っぽいパーマかけたい人でも、あんまり量を減らすというか、段をつけて軽くして動きを出せるっていう方向に持ってた方が、僕は、なんかいいんじゃないかなっていう気がします、イメージ的には。なんかあんまりやっちゃう気だかなっていう気がしますけど、まあもちろんパーマはかけたいですよね、かけていいんですけど。この時なんかはもう完全にマッシュじゃないですか。で、これ横、もみあげ見て、もみあげ見てみると短いけど上からこぶさってきた気がするでしょ。これ考えるとこれは普通のマッシュなんですよ。これはただの、まあこれと似てるけどもマッシュ。そう、サイド刈り上げ。で、少し短めね。
少し短め、1枚目よりも少し短めなマッシュ、目ギリギリのラインに、耳周りはさっぱりして、まあ、この辺は、ね、上からかぶさってくる。で、後ろはもう同じです、短めで、もうこれがね、多分ね、甘めに刈り上げたっていいと思う。本当に後ろは2センチぐらいは、1、2センチぐらいは。後ろ12センチは刈り上げていいと思います。この後ろの部分、後ろの部分と刈り上げて、上からマッシュルームのところが形が残ってくるようなラインで作ってもらって、でいいと思います。でトップに段を入れてもらう。ここのトップの部分、上の部分、トップというのはこの上一番高いところ、ここの部分に対して段を入れてもらうと、ちょっと上の動きが、ね、出やすかったりして、で周りはまあ段入れてもいいけど、本当にちょっと入れて、まあ、量を減らすぐらいでいいと思います。あとはこうアイロン操作とかでふにゃ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 やればいいので、そんなに難しくはない。もうほとんどこれと一緒で、もみあげの部分が長いか長くないかっていう違いだけですね、基本的には。うん、あとは前髪がこっちの方がちょっと長いかな、少しだけ、うん、っていうイメージがあります、イメージ的には。うん、でこの時ね、この時ちょっと長いでしょ、まあなんて言ったらいいんだろうね、まあ普通に刈り上げのショートヘアでいいと思いますけど、うん、みんな刈り上げってサイド、これ見るからに絶対どう考えても横が短いんですよね、刈り上げてるかな、うん、刈り上げなくてもいいけど、刈り上げた方が楽だと思いますよ、この流れで行けば、うん、刈り上げなくてもいいけど、刈り上げない場合はそのままの長さでいいと思いますけど、刈り上げる場合は同じ、そうね、感じだね、こめかみ、8、イメージのこのラインぐらいで買ってもらっちゃって、ガチガチガチだから買ってもらって、で前髪目切りでしょ、で横がちょっと長めじゃん、もう耳は全部かぶるラインのショートで切ってもらって、結構すきばさみでは細くしてるので、結構軽さというか薄さ、軽さなくて薄さだね、薄さを出してもらう。で、後ろも普通にさ、癒しできるぐらいでショートっぽくペターンってなってるぐらいだから、ただそれで段を入れてもらって、普通にショートっぽく作れば、うん、完成なんじゃないかなと思います。ただ、この髪型だと、こう、なんだろう、長短がないんだよね。長短っていうか、こうメリハリがないというか、この髪型だけで言うとね、この写真の撮り方だけで言うと、うん、なんか今までのマッシュルームってのはこう短かったりとか、こんな長くてマッシュルームの形っていうのがあるけど、これだとあまりこう形がないっていうか、バランス、髪型としてね、形がないっていうバランスなので、なんか どっちつかずみたいな感じなんで、僕だったらこれもうちょっと、まあ襟足短いままでもいいんですけど、このままで、あのもうちょっと、なんだろう、ここのね、この部分、この部分あるでしょ、この部分、ここが重すぎちゃうから、ここをもうちょっと段つけてギュッと詰めてあげる。そうすると頭の形が綺麗に上に丸くなってくるので、そういう風に作ってあげてもいいし、もうちょっと、例えばこの、今耳ラインでさ、こう被ってる形で髪の毛あるでしょ。これを、例えばもう耳ギリギリからこうちょっと斜めっぽく入れてあげて、ここをもうちょっと先細りにしてあげる。そうするともうちょっとスッキリ見えて、ちょっと髪型としてのバランス、っていうのが見えてくるんじゃないかなっていう気がします。まあ段の付け方的にはトップの部分に段がついてるんでいいんですけど、もうちょっとこれだったら少しこうバランスを変えてあげる。耳周りをもうちょっと短くしてあげたりとか、襟足を例えばそれでちょっと伸ばしてみてあげたりとか。うん。ちょっとまあ長、切るんじゃなくてもうちょっとグッと詰めてあげて、綺麗に形を作ってあげるとか、ただただこれだとちょっと伸びてきたものに量を減らしてあげて作ってるってパターンになっちゃうかなっていう気はするので、僕はね。
なので、まあ、これはこれで全然いいと思うんですけど、なんか隙間さみで吸いちゃって量が減らしたいだけなので、もうちょっと髪型としてのバランスも取ってあげてもいいんじゃないかなっていう気がするので、まあこれにしたい人だったりとか、こういう感じにしたい人はその辺もポイントで、耳周りのちょっとスッキリ加減だったりとか、襟足のバランスっていうのをもうちょっとこう自分に合うような形っていうのを美容師さんと相談して作ってもらってもいいんじゃないかなと思うので、その辺も含めてぜひやってみてください。バイバイ。